ご視聴ありがとうございます。ライクマンです。今回は焚き火の伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲はカポタストを使わない、いわゆる開放弦。 C コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で3種類。簡単に確認しておきましょう。 C コードの形です。F コード、元々の押さえができる方はこの形。講座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせます。G コードの形です。今回の課題曲、焚き火は4拍子、引き下ろし、引き上げ、1往復を4回繰り返して、1、2、3、3、4、1、2、3、4とつないでいきます。では左手でネックを押さえて音を消して、このストローク練習をご一緒しましょう。ジャカ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 、1セットを2回ご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。では、メロディーラインへ入っていきましょう。1行目、最初に前半分のゆっくりお手本を聴いてください。コード進行を見ておきましょう。C コードから G コードへ。ではこの部分をゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。続いて後ろ半分のゆっくりお手本を聞いてください。コード進行です。C から F、G、C。では、後ろ半分をゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。1行目が標準スピードに達すると、となります。続いて2行目、まず前半分のゆっくりお手本です。コード進行です。G コードから C コードへ。では前半分をゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。で、後ろ半分のゆっくりお手本です。コード進行です。F から C、
では、この部分、ゆっくりご一緒しましょう。フォーカウントで入ります。1、2、3、4。右目全体が標準スピードに達すると今回の課題曲、焚き火は1月、2月のレクリエーションには最適。特にオープニングで歌っていただくとご利用者様のお顔がほころんで優しい気持ちに包まれる魔法のような名曲です。寒さを吹き飛ばす明るい気分で伴奏しましょう。全体の弾き方解説は以上です。なお、歌詞とコード割りを見やすい PDF データでもご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。この後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、焚き火、フルコーラスお手本演奏をぜひご視聴ください。そして、弾き慣れてくれば、動画とのコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。